くらすごい何が来ようと受けて立ってやる。際どかったの。仕留めたきゃ本気を出すんだな。
探してるなら見当違いもいいとこだぞ。引き返して他を当たった方がいいんじゃないのかね。よし、お楽しみはこれからなんだろうが、こんなんじゃわざわざ来た甲斐がありゃしねえ。わしを守ってくれよ。わしがいないとこの任務は果たせんぞ。Yeah.
ロキにヨルムンガンドを奪われた。なぜ奴の策略を警告してくれなかった。逃げるなら今しかないぞ。次
水圧で押しつぶされてしまう。船内に海水がなだれ込んでくるぞ。なんか言うな。こいつを逃がすわけにはいかん。絶対に破壊するんだ。敵の手に渡ったらどうなる。ミーミルの言う通り、今は生き延びることが先決だ。トール、ロキの策略を皆に警告し、人間たちを守るんだ。心配するな。連中には私から伝えてやる。私が目覚めた時にな。恐怖に身がすくんだか。お前は死ぬのが怖いだけだ。こんなところで犬死にするつもりか。我々が生還できなければアシールの戦力は弱まる。それでは意味がない。いずれにしても早く決めてもらえんかね。でないと手遅れになるぞ。ブラギがお前の腰抜けぶりを歌にするんだろうよ。だがあえて生き恥をさらしたいってんなら。
対するやつは5000メートルは行けるはずだ。じゃあ少なくともどっちか一人は助かりそうだな。
Ah!
Oh!
法。
我が息子たちが私のもとへ。今こそお前たちの手が必要だ。サイバースペースにおられるロキ様にこの扉は開けられん。やれ。お前たちの犠牲が神々の黄昏と新たな時代を招く。武器は持ってきただろうな。アーマーはご用意できております。まずは肩慣らしといくか。スタメロ。シャトルベイを制圧しました。では急ぐとしよう。